はい、おはようございます。じゃあ、引き続きですね。えー、今日は暗号通貨ニュースはリップルをお届けしましょうかね。えー、リップルの、お決済システムである X ラピットの普及は10月からということで報じられてるんですけども、10月というと来月からですよね。今、9月19日ですから、クロスボーダーの送金スピードを上げることが、あまあ、期待されている、このリップル社の決済システム X ラピットなんですけども、10月には商用利用がいよいよ始まるということですよね。まあ、来月にも良い報告ができるかもしれないと、 報じられたことからこのニュースになってきたんですけども、他にもですね、あっ、眞さん、おはようございます、他にもお伝えすることができるとしたら、まあ、きはダイジェストは仮想通貨取引所大手ビットフィネックス分散型取引所、さらに解説ということで、アラートが出てます藤原さんおはようございます。 先日もありがとうございました。またお会いしましょう。で、ビットウィンキャッシュの大手マイニングプールのシェアが58%になったということもありますよね。はい、玉木さん、今日もよろしくお願いします。18日の主要仮想通貨あ、揃って下落。イーサリアムは先週の上昇分の半分を失ってしまいました。あ、長野さんおはようございます。まあ、結局下がったということなんですよね。上がると下がると。 いうことなんですけどもこれは FX で私がいつもやってることですね、私は今、FX で売り戦略ですけども、上がればああのですか、ね、エントリーポイントが見つかるわけですよ、下がっても見つかります、結局、上がっても下がっても、X、FX ってのは利益を取るポイントがありますし、市場が大きくなっても小さくなっても取っていけるんですよ、だからこれが、まあ、市場が整備されているってことなんじゃないかなと思いますけども、暗号通貨の場合は基本的に値上がりしないと取れないと、値下がりすると全員がもう損するという形ですよね。 ええと、あ、ありがとうございます。気をつけて岡山に行ってきます。で、次です。暗号通貨イーサリアムは証券ではないというふうな見解が SEC から出ておりますね、うん。で、アリババのジャック回しーー、グリーンな会社、うん、とブロックンについて語るということでございます。これどういうことを意味しているのか、また記事を、ね、読み込んでいこうかと思います。また、あの、このニュースでお届けしていきますね。はい。で、仮想通貨取引所財布でビットコインの入出金が停止。またですよ。 復旧まで1日から2日かかるということなんですけども、このテックビールを関わっている財布っていうのは、ですね一番信頼できるのかなと思って、私はずっと見てたんですけども、そうではなかったということを、そろそろ認めないといけないかなと思います。うんちょっととここれねねななかなか難しいところですすよ、ね、リップルの幹部が仮想通貨に対する かん、えっとなんです。規制機関の姿勢に手応えがを感じるということです。決済システム、X ラピット、来月にも立ち上げということで、今日のニュースでしたけども、皆さんね、あの、XRP がどのように期待されてるかってことは、この X ラピットの仕組みが使われるってことなんですよね。ですから、XRP っていう通貨がどうなるのかってことは、別で考えないといけないというのはよく言ってますけども、XRP っていう通貨は通貨で、あの、投資の対象になってますし、私も買いましょうしています。でもですね、 XRP と、じゃあ x ラ a ットとかリップルってものは分けて考えるのと、あとですね、ブロックチェーンも暗号通貨ではないってことですよ。ブロックチェーンの仕組みの一部が暗号通貨ですからね。ブロックチェーンイコール暗号通貨ではないってこと。もうこの辺も繰り返し繰り返し申し上げてますけども、やっぱりこれから私たちはね、何がどれを意味するのかってことは、まずそれは理解しなくてはいけないのかなと思います。こういうのもまあ FX の勉強がね、やっぱり教えてくれるんですけどね。 どれが何を意味しているのかってことです。包み足は出ているけれども、全体の時間軸がこっちに流れているから、包み足は今回は、それほど大きな当てにはなんないかなっていうところと、同じ包み足でも、上髭が出ている包み足、えー、下髭が出ている包み足、髭出まくりとかね、うん、それからゾーンに入っちゃってるものとか、ゾーンとは全く別のところとか、包み足を出たがゆえにゾーンにぶち当たったものとか、全然現象がそれぞれ違いますから、その辺も一つ一つ、やっぱりね、えー 勉強していきましょう。それではまた FX の、おなんかね、集まり会、またやりましょうね。えー、なんか福岡からいい声がいっぱい上がってますんで、今度は、あそうですね、福岡の方に行くかなと思いますけども、福岡この前行ったばっかりですよね。いいじゃないですか。また行きましょう。今月中に。いや今、今、今年中か。ね、企画していただければ私は参ります。一人しかいなくても行きます。誰もいなくても行きます、姉妹には。<laughs> それでは失礼します。